のぼろ魚だまし、ついに佐賀やってきました。佐賀シリーズとはですね、現在全18作品を超えるスクエアエニックス初の RPG シリーズでございます。佐賀県はですね、佐賀プレイヤーとしてはですね、聖地なんですよ。やっぱこのアルファベットの佐賀しびれますね。でもようやくやってこられてということで、今日はだからもう観光から行きますか。いや、下水道に今日は行きます。下水道から3分しかないから。下水道というね、曲がありまして、これがまあ世界一かっこいい下水道と呼ばれてるぐらい、めちゃくちゃいい BGM があるんですよ。まあ、それがあるから、じゃあ下水道に行ってこいと。もうちょっと安直だと思いますけどね。ちょっと待ち合わせをしてるんですけども、あ、これかな。こんにちは。こんにちは。すごい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんかいろいろご案内していただけるということで、はい、よろしく。よろしく。ノリが良くて助かります。ここから下水車以上全体を見ることができます。平べったい建屋があるんですけども、肥料化施設といって、汚泥肥料を作っているところ。肥料、肥料、施設を今来てもらいます。いや、これでも本当上ですね。地下ではなくて上なんです。こちらがですね、最初沈殿地というところで、下水が一番最初に集まってくるところです。結構匂いがすると思いますけど、ま、そうですね、まずここで大きなゴミを沈めると、はい、この汚い水がどういう風に変わっていくかを見てもらいたいなと思います。ここからが2番目の工程で、反応タンクっていうところになります。微生物がたくさんいます。あ、で、微生物がこの汚れを分解してくれます。はい、反応タンクから送られてきた水っていうのを、小さなゴミを、まあ、沈めたりといったものを取り除くっていうところになります。そこが見えるようになってきたというか、はい、ここまで来ると、だいぶ綺麗になる。ああ、もう透明だ。ほう。ほう。建屋の中で消毒して、川に放流します。はあ。処理した水の中に、窒素とリンが含まれるんですけども、その窒素とリンの量を、冬場を多くして放流することで、この有明海の海苔養殖に生かしてるんです。へえ。あ、じゃあ完全に綺麗に仕切って流さない方がいいんですね。はい、綺麗にしすぎると、はい、海苔が育たなくなる。こちらがおでをですね、濃縮する建屋です。消化槽、はい、という小さく消化するっていう意味なんですけども、ガスが出るんですけども、そのメタンガスを使って発電をする。この処理場の大体4割ぐらいの電気をこれで賄ってます。なるほど。めちゃめちゃいいです。で、最後ですね、肥料を作っているところに行きましょう。その肥料をいくらだと思います？肥料の値段、なんだろう、1キロ、はい、1500円。2円です。2円？もう上げちゃえば。もうこちらがですね、堆肥工場でして、はい、なんかうわすごい、ここが一番ダンジョンっぽいし。確かにダンジョンっぽいです。ここにありました。おお、もう撮影用みたいに置いといてくれてるじゃないですか。これが下水からできた肥料なんですか？特に変な匂いもしないです。すごい、全然ないですよ。そうです、土だ。エコーの部分で最先端というか、地域に貢献しているここですよね。これは佐賀市のマンホール。お、はい、有明海の生物、ムツゴロウをモチーフにしたデザインになってますね。せっかく来られたので、はい、え、マンホールカーブというのが、あ、すごい、え、いっぱいある。あ、ごめんなさい。ロマサガのキャラクターのマンホールも、はい、あれも実用化されてるんですか？もちろん。この後、マンホールの方も実際見ていきたいと思います。はい、はい、ぜひ見てきてください。いや、今日も大変勉強になりました。いいえ、こちらこそ、ありがとうございました。